イタリアからこんにちは。日本を離れて20数年ヨーロッパ在住のピアニスト兼ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。悩めるピアノ学習者の方々の少しでもヒントになればと思い、このチャンネルを配信しています。さて、ピアノ学習者の憧れの曲っていくつかありますよね。例えばベートーベン、エリーゼのために、モーツァルト、トルコ行進曲、ショパン幻想即興曲だったり、リスト、ラカンパネラだったり、いろんなレベルでそれぞれの憧れの曲ってあると思います。今日はその中でもかっこいい曲の代名詞的な存在、ショパンのエチュード作品10-12、別名革命のエチュード、気をつけたいポイント、練習の仕方などを5つ見ていきたいと思います。まあ、ショパンのエチュードっていうのは作品10に12曲、作品25に12曲、また一作エチュードっていうのも他にあるんですが、どれも超難曲です。それぞれ難しさがあります。でもその中でも革命のエチュードは、まあ、どちらかといえば手を出しやすい系のエチュードであることは間違いないです。ただし左手がちゃんと動けることが条件です。そして速い曲に苦手意識を持たないこと、この苦手意識っていうのが本当にかなり厄介な問題なんですよね。テクニックは持っているのに、自分に速い曲は私はできないできないって呪いをかけてしまう人が結構いらっしゃいます。今だからこそ言えるんですが、私も自分にその呪いをかけていたタイプみたいです。テクニックに関してはコンプレックスしかなくて、まあ、よく子供にはありがちな、もう早く弾けないとダメ、早く弾けないとダメっていう呪いにおそらくかかってたんですが、まあ、その呪いの出所がどこなのかは本当に不明なんですが、やはり自分はテクニックがないないないっていう呪いすごいあったんですね。でもちろん私本当にいつも言っている通りに凡人です。そこそこ器用さはあったかもしれないですが、決して超絶技巧が難なくすぐに弾けてしまうっていうような本当に怪物的天才ではありません。なので自分の問題とずっと向き合ってきました。で、自分の演奏を聞き返すっていうのが大嫌いだったんですけど、ある時過去の演奏をいろいろ録音聞いてみたら、私ちゃんとそこそこ指回ってるじゃんっていうことに気づくことができまして、それ以来ちょっと気が楽になったっていうのはありますね。まあでもそれでもやっぱりテクニックに対してのコンプレックスっていうのはちょっとやっぱり残るんですけどね。そう、全部がゼロになるわけではないです。ただし実体験だからこそ言えるのは、思い込みっていうのは本当にテクニックの実際問題の倍、3倍、4倍の問題を引き起こすことがあるということを覚えておいておきましょう。私弾けるんじゃないっていうポジティブ人間は強いです。どん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 上手くなります、信じてるから。で、やっぱりプラスっていうのはプラスを呼ぶんですよね。なので、こう、私これがダメ、これがダメ、ああこれもできないと思わずに、ちゃんと自分の演奏を聞いてみて、もちろん客観的にダメなところは受け入れてそれに向き合うこと大事ですが、いいところはいい、思い込んでないかちゃんとチェックしてあげましょう。さあ、では前置きはこの辺にして見ていきましょう。まず最初の和音、特徴的ですよね。さあ、このチャンネルをずっとご覧になっている方だったら、もう私の今から出る質問がわかるかと思います。何の和音ですか？そう、これはシレファソシなので、基本形に戻すとソシレファ、属七の和音ですね。波長調か波短調の属七の和音です。属七の和音というのは長調と短調で共有している和音でしたね。はい、見ての通り、この革命のエチュードは波短調のエチュードです。でもこの属七の和音というのは特殊な響きですよね。解決したいっていう和音なので、緊張感をすでに持っている和音なんですよ。例えば長三和音だったら明るい和音、短三和音だったら暗い和音、減三和音だったら不吉な感じの和音、増三和音だったら
何か未知のことが起きるような不安と何か得体の知れない不思議な感じの和音だったり、いろんなイメージ和音ってありますよね。俗七の和音も特殊な音色を持ってます。ハーモニーすごく特徴があります。全部俗七の和音です。この響きに慣れてまずは見つけられるようにしましょう。曲の中でも。そして革命のエチュード、もう一つ特徴的なのは最後の終わり方ですよね。そう、波長調の和音で終わってるんです。なのでまあ、調を見つける時っていうのは最初の小節と最後の和音で決めてねっていうことが多いんですが、これはイレギュラーなタイプです。最後の和音を見て、あ、これ波長調と思わないようにしましょう。もちろん調式号の C フラット、ミフラット、ラフラットがあるので、ちゃんと破綻調と導き出せると思います。さあ、今日は5つのポイントを見ていきます。もうこれは譜読みが問題なくできる人ということが前提です。しかし譜読みが劇的に簡単になってしまうコツなども見ていきたいと思います。さあ、ではまず最初のポイント、難しいポイント見ていきましょう。なんといってもここですね。この1オクターブのソから属七のレファソレの形に飛ぶところです。エネルギッシュ、エネルギッシュに、しかも早い。アレグロコンフォーコ、コンフォーコっていうのは火と共に、なので火をつけられたような感じの、こう切羽詰まるようなアレグロ、速さですね。でということなので、こう落ち着いては弾けないですよね。なのでここが速やかに飛べるように、迷いが生じてはダメなんです。さあ、どんな練習方法が有効かというと、まずは手首や腕、指先の角度、これを見つけてください。自分が一番問題なく動ける角度です。例えば私の手だと、この1オクターブの角度のまま横に飛ぼうとすると、こんな風に2と3の指がこっち方向を向いているので、ファソを弾くのにとっても不便です。ということは2と3の指をこう傾けたい。じゃあこうなのか、いやでもこうだと小指が2と3の指に引っ張られて思うように開かない、このように汚くなってしまう、これダメですね。じゃあどうしたらいいか見ていきます。まずは3の指がファのシャープの黒鍵に遮られないように、ここを避けること、この黒鍵のポイントを避けることですね。イコール、そう、少しこっちの方向に戻してあげるイメージです。真横ではなくこういうイメージですね。あえて親指今引かないで弾いてみました。こうすると235の指がきれいにはまることがわかります。がしかしこれだと親指が鍵盤からかなり外れてしまっているので弾けないですよね。じゃあどこの角度だったらギリギリ自分の指がきれいにはまるのかを、こう分度器のようにね見ていきます。あ、ここだなと思ったらその角度で止めるんです。こうここっと、これは肘が支点になっているのがわかるかと思います。この角度ですね。なのでちょっと見方変わると思うんですが、指先を支点でこうイメージする感じです。それに横の動きがプラスされ、このように綺麗にはまるポイントを徹底的に体に覚え込ませるです。角度と動きの感覚です。これ本当にできたと思うと嬉しくて先行こうってなってしまう方多いんですが、その前に何回失敗してるか考えてみてくださいね。何十回も失敗して一回できた、それが継続できるはずがありませんよね。
なので、あ、この角度だと思ったら、それが連続して、普通だったらまあ3回とか5回なんですが、こういうレベルの曲になると私は何十回できるまでやります。そうすることで苦手意識を取り除きます。苦手意識を取り除けば、そう、体が軽くなります。同じように次もですね、ここも同じように角度を見ていってください。人によって本当に角度っていうのは違ったりするので、考え方のみ使ってくださいね。さあ、では次に第2ポイント見ていきます。第2ポイントはこの左手の音型です。さあ、ここね、左手が一人になるところっていうのはこの曲たくさん出てくるんですが、こう最初の前奏が終わってメインテーマが入る1小節前なので大事なんですよ。そしてこれがこんなにバタバタした演奏だとかっこ悪いですよね。レガートで、しかもクレッシェンドでクレッシェンドして、かなり上級なテクニックいります。が、ここで見たいのは無駄のない動きです。だいたい問題なのは帰り道なんですよ。上りは割と弾きやすいんです。この動きと同じように弾けるかというと、帰りはそうはいかないんですよね。なので、まずショパンのエチュード10の1の練習方法でも述べたように、そう、巻き戻し練習してみましょう。巻き戻し練習の仕方、これ大事です。嫌だなというところを徹底的に巻き戻していってループしてください。できるところで、あ、簡単、 OK、 できてると思っても意味ないです。例えばこれ嫌ですよね、1音ひたすら、こういうところをやってこそ意味あります。これも弾きにくいです。1、4、3、ここは簡単だからスッと先に行っても大丈夫。ここも簡単なんですが、でもちょっと神経集中させてみると、高さにムラがありますよね。なので、これは速くなった時に、そう、問題になる可能性が高いので、そういうところも気をつけてみてみます。そして難しいのは次の頂上から戻った後です。この2の指、この親指が来る前は前もって準備できないんですよね。早いパッセージっていうのは準備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 ができてなんぼっていう感じです。が、しかし事情があって移動できず、最後の瞬間で移動しなければならない場合、エネルギーを入れないといけないんですよね。で、そのエネルギーが強すぎると次に引きずられてしまうんですよ。なので、そのエネルギーの調節がすごい大事です。今はエネルギー引っ張りすぎました。なので隣の音を弾いてしまいました。このように何でもないところの毛を最初から気をつけていきましょう。これ本当に何百通りできます。いろんなところ見ていってください。そしてちゃんとレガートになってるか気をつけましょう。今のはレガートじゃないの、わかりますか？ドとソが切れてる。これもちろんペダルが入るのでレガートっぽくはなるんですが、レガートしようと思っている演奏と、レガートを意識してないので音切れてるけどペダルでレガートになっている演奏っていうのはかなり差が出ます。なので、できるだけ指でもレガート、ペダルオンでデクレッシェンド、難しいですよね。ここは地道に練習していきましょう。
さあ続けて第3ポイントです。第3ポイントは譜読みの仕方。ここ17小節目譜読みをまずしてみましょう。はい、いちいち一個ずつ見てると、ここが、しがナチュラルになって、レがフラットになって、このフラットが消えてナチュラルになって、途方もない労力が必要になってきます。こういうところは、視点を変えましょう。実は、そう、ある音を取り出していくと、半音階で、登っているだけなんです。そしてその半音階だけ抜き出してみると次に来る音がうん、半音下の音ですよね。全部だからもう楽譜見なくてもなんなら大丈夫じゃないですか。だってドから始まってラのフラットまで行けばいいんでしょ。ほら、弾けちゃう。問題なく弾けちゃうんです。こういう裏技を自分でどんどん使えるようになると、本当に譜読みが楽になります。そして、この半音階の終わり。Cのフラットはラのフラットから全音離れてますよね。だから、最後の全音が来たらこの下りの音階につながるということが頭の中で整理されます。頭の中がちゃんと整理整頓されていると曲というのはすごく流れが進みやすいんです。障害物がないから、あ、ここなんだったっけ、ここあなんだっけなんだっけっていうふうにぐちゃぐちゃにならないで済みます。そして実は同じテクニックの応用が28小節目でも使えます。ここだけ取り出して弾いてみると、なんかよくわかんない音型だな、なんか綺麗じゃないなって思いますよね。でもこれも、そう、分けるポイントを変えればいいだけなんです。ではなく、ずらしてみると、あら不思議、ただのまた半音階、そして頭の音が降りてるだけですよね。これまた半音階です。ちょっと頭の音にアクセントつけていきましょう。もう楽譜見る必要ありませんよね。最後だけ1オクターブ。実はこのようにずらして視点を変えるっていうのはバッハからずっと来ています。ショパンはバッハを崇拝してたと言われてますよね。なんでバッハが有効かというと、後世の作曲家、その作曲家が作った曲を違う視点で見れるからなんですね。劇的に変わります。これバッハのインベンションをしっかりとしっかりと、ここが重要です。ちゃんとした学び方で学んだ人はこういう楽譜が面白くなってくるんですよ。あ、ここ隠れてる、あ、ここバッハっぽいところだっていうふうに、それが見えるようになると本当にワクワクするので、ぜひ興味がある方はピアノオンラインアカデミーインベンションコース見てみてください。さあ次に4つ目のポイントです。これは25小節目、右手を見ていきましょう。
ここです。これも3つだったり4つになったり、なんか真ん中の音が微妙に動いてたり、なんか読みにくいなって素人さんだったら思っちゃいますよね。ではどういう練習法が有効かというと、真ん中の音を消してしまいましょう。1オクターブですよね。なので、すごくクリアになりますね。半音階ショパン好きですよね。半音階っていうのはね、こう緊張感を作るためにも使われる音型なので、たくさんの作曲家使ってます。半音階がパッと分かるようになると、譜読みの時短につながります。そして次に真ん中だけ抜き出していきましょう。なるほど。ファが2回、ソが1、2、3回。それから、シに行って、シに行ったら、タ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 。かなり連打が多いですよね。これを覚えておいてください。何回か弾いてくださいね。真ん中だけ取り出して。そして真ん中だけ、どの音がどの音とつながっているのか、色でつなげてあげると余計にわかりやすいです。では、まとめて弾いてみますが、真ん中の音をちょっと強調して弾いてみましょう。聞こえ方が変わってきます。これ真ん中のね、音をちゃんと意識して弾かないと、なんか適当に置いてる指弾いちゃうんですよ。合ってるからいいじゃんって思うかもしれないんですが、でもね、ちゃんと意識してない音っていうのは綺麗じゃないんですよね。美しくない。なのでちゃんと隠れている真ん中の音も意識して弾きましょう。そして指使い。これは最初に書くポイントがあります。まず最初の指使い。1、2、5。音型変わらないので変える必要ないです。次に変わるのは真ん中のファがソになる。ここポイントです。ということは、ファからソ、2から3になるだけなので、3だけを書きます。これ全部書いちゃうと、数字の情報量が多すぎる。で、読めない。なんかよくわかんない。ぐちゃぐちゃしてるっていうふうになっちゃうので、書くのは変わるポイントだけっていうふうに決めるのはすごくいいことです。ここは指使いは変わらないけれど、半音上がっていくので、体の覚えるポイントです。次。この動きは抜き出して練習しましょう。続七の和音ですね。1、2、4、5。そして次も1、4、5で弾けるので、2の指が上がって、そう、他の指は、4の指が残る。1号の1オクターブは、上る、半音上るですね。次、1、3、5。1、2、4。ほとんど動いてないの分かりますか？最短の動きというのはこういうことです。自分に合った指使い、一番省エネでいく指使いをちゃんと見つけて書いていきましょう。そして指使いの応用でもう一つ、29小節目以降の、この音型も実はすごく覚えやすいポイントがあります。これ最初のこの和音は、2対2で分かれてるの分かります？ 3 度と3度。これを1、2、4、5の形って決めちゃうんです。そうすると、30小節目も、31小節目も、32小節目も、同じこの形出てきてますよね。3度と3度。2個ずつに分かれてる和音です。これはもう、1、2、4、5。決めちゃってください。そして、その他の和音。例えば29小節目。
4拍目にやはり4つの音を使った和音出てきてますが、これは1対3に分かれてますよね。なので指使いは1、2、3、5、まあ、これはね、手によっては私これも1、2、4、5がいいっていう人もいるかと思うんですが、そういう方たちもぜひどう作られているのか、和音がを意識してください。2、2なのか3、1なのか1、3なのか、それによって開き方変わりますよね。その開き方を形状記憶してください。そうするとこの形、この形、この形、到着はもうこの形っていうふうに決められますよね。で最後はこれは続出の和音です。で特殊な形なので、これは 1,2,3,5 で弾いてます。これはまあ私にとっては弾きやすい形です。っていうふうに同じ形の和音が出てきたら、できるだけ、できる限り同じ指を使ってあげましょう。まあ、といっても音楽の流れでどうしても違う指を使わざるを得ない状況っていうのはもちろん出てきますが、それも臨機応変に見ていきましょう。5つ目は4つ目でも見た29小節から見ていきます。この左手譜読みしようとすると、迷いますよね。何これ、ダブルシャープがあって、シャープナチュラルシャープ、あれ次これ元からあった音だったっけ、あれフラットだっけ、シャープだったっけ、わけわかんなくなりますよね。これもちゃんとバッハを勉強していれば読めるはずです。気づくはずです、この和音が隠れていることに。これってただの和音の展開じゃないですか。どこに隠れてるかというと、ここです。ということは、そう、和音直前の音はどうなってます？最初だったらファのダブルシャープからそのシャープ、これって半音ですよね。もうこれ半音階をふんだんに使ってるんですよ。こんなのすぐ覚えられますよね。だって半音下の音を和音につけるだけ。しかもなんかちょっと楽しいですね。これを意識すれば、あら、聞こえ方変わってきませんか？ではなく、意味が生まれてくるんです。ハーモニーの。この和音なんだな、ハーモニー、これが欲しいんだなってことがわかります。次の小節は逆パターンです。降りてくるので、これも展開使ってますね。真ん中で基本形出てきてます。これ、楽譜通りに分けてみると、動きづらいんですよね、実はね。だけれども、こう考えてみれば、最初の例は、下の音と同じ音ですよね。2オクターブ上。そして、そう、1小節前のルールまた使えます。半音、下プラス和音。ここがおまけの、また半音階。1オクターブ。次も、半音プラス和音なので、ハーモニーはこの和音です。これをね、なんでやるかっていうと、ぜひ両手でも左手和音で弾いてほしいんですよ。すご
ごく覚えやすくないですか？そしてこれだけでも超かっこいいですよね。こういう和音の作り出すハーモニーのワクワク感を味わってほしいんです。ただ指が早く動くことを見せるだけじゃなくて、ハーモニーと一体化させてこの曲を味わってみてください。以上、すごく大事な5つのポイント、革命のエチュード編でした。ためになったなという方はぜひいいねボタン押してください。励みになっています。ではまた次回。チャオ。